ホームルームの時間です、はい、いいですか、はい、アリサちゃん、何が元気だった、あの風邪、風邪ひいてない、何がおかしいのよ、だってさ君たちとは会ってるけど、あいつなんと久々だな、会うのは、ね、あらま、今日はね、初めてのお友達、あやみちゃん、こんにちは、こんにちは、かわいいな、あやみちゃんもね、えりかちゃん、こんにちは、こんにちは、えりかちゃん、ちょっと見て、かわいい、いくつ?9歳です。9歳、あやみちゃんは8歳、8歳、何よ、ねえ、もう3人、おばたりを、何よ、おばたりでいいんでしょ、そうだよ、おばたりを振っていいんでしょ、何ねん、何ねん、振ってたほうがよっぽどいいでしょ、どっちがほうがいいやろ、ちょっと、私の初めの時、一回も可愛いなって言ってない、何が気になって、そんなことないよ、全然言ってないよ、だって初めてだから、ちゃんと優しく迎えてあげなくちゃいけないでしょ、私は初めての時優しく迎えてくんなかった、おばちゃんおばちゃんって言ってさ、私のことさ、最初からおばちゃんでやぶりにしてさ、それで3人がおばちゃんになっちゃったんだから、だってじゃあこっちも誰が見たって、誰が見たってアリサちゃん、わーい、でもアリカちゃんはもう恋人ができたもの、高幸が、あーまた関係のないよ、なんで高幸はアリカちゃんのことが好きだったでしょ、うん、ね、どうするの、好きだと言われた時にどうするの、アリカちゃんは、それでたまたまアリカもうね、明日で嫌われてるんだからね、もうね、あのね、アリカちゃん諦めるしかないよ、あのね、さっきね、下に行った時にね、さんまさん好きって言ったらね、ほんとね、嫌いって言ってたよ、アリサちゃんが、あっ、振られても、でも気持ちが好きだからどうしていいかわからないのよ、こういう時はどうしていいわけ、あのね諦めてんの諦める方がよっぽどいいよ、そうだ、諦める方がね、はい、花子ちゃん、ね、うん、アリサちゃんが沢さんの前で正直に嫌いって言ったんだから、うん、それを諦めて、うん、こっちのバタリアのところに来るわけそうだよ、それで諦めてたんだよ、来るわけって、俺だって気持ちはそんなにすぐ切り替えられないじゃないの、あなたたちそんなこと言うけども、でもちょっと待って、口では嫌いだということもあるでしょ、好きでも、じゃあ聞いてみなよ、でも嫌いって言ったらさ、嫌いって言ったら絶対、あの嫌いだったら嫌い、待ちなさい、何これは、人が振られた時にえいえい多いなんかやってる場合か、僕は傷ついてるのよ、僕の辛さは君たちは分からないでしょ、分からない、どうしてどこ分かる、振られたんだよ僕は、そう、振られたから嫌なんでしょ、君たちは振られたことがないでしょ、振られたことあるよ、あるよ、あるよ、辛かったでしょ、辛いよそれがどうしたのって、振られた時は辛いじゃない、分かってるでしょ僕の気持ち、分かってるよ、その時はどうしたわけ、あなたは立ち直る、私、うん、私が諦めてね、他の人好きになる、かなこちゃんはどうする、私ね、諦めてね、うん、うん、とほっぺ引っ叩いたよ、男の子のほっぺ引っ叩いたの、うん、私はね、あのね、なんかね、ちょっと、私は諦めてね、違う人をね、苦しいよだって、喋るんだもん、どうしよう、あのね、かなんな、これは、あのね、諦めるしかない、さんまさん、さんまさんの人生はもう終わり、俺の人生終わり、さんまさんの人生は終わったのか、あのね、分かった、さんまさんね、うん、
分かった、諦めに君たちに言われて分かった、悔しい。本当に分かった。それで今度誰好きになるの？エリカちゃん。何や、ちょっと、いやちょっとって君、人が好きになることは自由でしょ。だってどうしてお前だけ、自由でしょ。言っときますけど、はい、アリサちゃんが好きにならないだったら、うん、おばたりやのところに消えて。そう、おばたりやのところは一回も好きなんて言ったことないよ。そうだよ。ちょっと待った、おばたりやは3人だぞ。でもそうだよ、だからなんか順番こに、はい、好き好き好き。3人の女なんか愛したらそんな男嫌でしょ。嫌じゃないやね、嬉しいやんね。ちょっと待って、そしたら彼女たちにね、うんうん、勝つものがある、君たちは、うん、あるある、あるよね。こ、こんな綺麗な女の子たちにあなたたちは何を、何を勝つ。こっちの方が元気でね、こっちの方がおしとやかでね、もうね、いざという時なんかペタッと、ペタッと。いいの？はい、花子ちゃん。でもさ、エリカちゃんは、綺麗だけど、私たち綺麗じゃなくてもいいから、普通に言って、それが悔しい。違う、ちょっとし、それじゃなくてね。花子ちゃん、静かに。君の気持ちも分かるけども。うん。それで？それで、エリカちゃんは、嫌いって言ったら、うん、ほら、やったやったやったー。さんまさんはね、うん、女子のなんかね、こっちだけで、うん、こっちはね、なんかエリカちゃんとかね、アリサちゃんって言ってるけど、あやみちゃんは違うけど、あやみちゃんは違うけど、あやみちゃんは別に何にも言ってないからいいけど。おいしそう。かわいそうよね。でもどうしてさ、おばたりやのとこはアリカちゃんとかカンナ、カンナコちゃんとかアオイちゃんって言わないの？分かったよ、そしたら言うよ。おばたりやんだけ言ってる。だから君たちの欠点は、だから、もし結婚した時のことを考えてみ。違う、こんなうるさい女たちと毎日暮らすのよ。大人になったら違うかもしれない。そうだね、おばたりやんがペローってやこんな男嫌いでしょ。私嫌いだな。今日は何の日か知らないの？なんだっけ、お正月。お正月。違う、なんだっけ、20歳の成人式。そう、今日は成人式です。今日はだから成人の日というのはどういう日か分かってますか？はい、あゆみちゃん、お酒飲んでいい日。いや、そんな、いや、そんな区別してるわけ。はい、はい、ゆうちゃん、大人になって、うん、もうタバコとかもね、お酒とかも飲んじゃいけないのが、もう20歳で大人になったから飲んでいい日。そう、大人になっていい日なの。そうそうそう。うちのお姉ちゃんね、うん、この前からね、ビール飲んでんだよ。うん、いくつ？高校に。いや、うちの弟。今の流れから言うと二十歳は思うから。うちの弟もそうだよ。うん。耳にこれ、耳に息吹かけちゃダメ。シーツを掴むよ俺。耳に息吹かけるのと首筋を爪でこうするのやめなさい。それでそれでそれで、うんうん、僕たち二人の秘密なの。それでそれで、うんうん、かわいい。あのさ、お父さん秘密言わない。そう、毎日日本酒飲んでるんだって。なんて言うんだよ。
ごめん、口が裂けちゃった。僕ね、よく裂けるのよ。旦那さんが自分で秘密にしとくって言ったのにさ。ごめん。そうだよ。ごめん。泣いちゃう。かわいそう。かわいそう。旦那さんって女の子の気持ちわかんないんだね。君ツッコミ、今のところ日本で一番よ、子供で、子供の部で一番ツッコミ。どうなるの、酔っ払ったらちっせえ、ね、ウケねえねえとか、そうなるわけ。あのね、うん、私ね、あのすぐ脱いじゃうとか。ほんとね、そうじゃなくてね、脱がないの、ごめんなさい、うん、どうなる、今度は秘密、うん、あ、欲しい、また口裂けないよ。これは、口裂けない、裸になっちゃうんだって。ああ、いたいた。ごめん、また口が裂けた。なんて言うの、どうしてこんな感じなの。サイレスしたばさん絶対に言っちゃいけないってこと。すっかりさ、みんなに笑いかせようとしてさ、またさ、自分で秘密って言ったでしょ。あ、泣きそう。昔こんな光景あった。女友達に説教されたことがあったよ。あっそ、よかったね。ずっとこの状態よかったね。あ、こんなに言うと向いてる。いや、悪かったよ、俺が悪かったよ。でも、いいじゃないの、みんな秘密を隠すね、そういうことはいけない。言いたいことは言って、隠すことがあったらみんなにさらけ出すと楽になる。さん、あのさ、1989年の時では、隠し事をいっぱいしてたけども、うん、1990年になっていろんなことを言えばいいんだよ。そうだよ、みんなどんと僕にぶつかってくれればいいんだよ。さあ、隠し事を言おう、今日は、はいはい、今日は君たちの第一歩、大人になる日にしよう、はい、ね、今まで君たちは子供すぎた、はい、でもまだ二十歳の成人式は遠いけど、もう一つちょっとだけ大人に近づこう、はいはい、まずは今日は秘密を言う日にしよう。はい、わかりました。かなこちゃんからどんな秘密があるのかな。さんまさんも言ってね。俺も言うよ、俺も言う。じゃあさんまさんから、うん、そうや、さんまさん、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫、自分で言うんだから。あ、そしたら、僕から言うたらいいね。はい、ね、秘密、うん、この間ね、荷物運ぶときにね、土から入れたら、うん、ちょっとだけおしっこ漏らしちゃった。これはちょっと、そういうこともよくあるよね。よくある、よくある。嘘、そういうことよくある。俺はなかったよ。まあ、俺の秘密はもう言ったよ。34歳でちょっとだけおしっこ漏らしたって、これはかっこ悪いことをみんなに、もう僕ら、もう伸び伸びしてるよ。さっきまでこんな僕が今はこうなってるもん。隠し事さ、かなこちゃん。勉強なんだけどね、勉強でいつもお母さんにね、あの、遊んじゃいけないのに遊んでるのね。それでね、漢字テストをやったって、しょうがないでしょ。漢字テストいつも100点だから。だから、もうや、漢字はいいから、算数やんなさいって言われてるの。算数苦手でね、B になっちゃったの。あ、そう、算数ができなくなっちゃったのか、それが秘密、うん、算数ができない数字表なの。そう、かなこちゃんは私がバカですってことを発表してくれたんだ。ねえ、そんなこと言ったらかなこちゃんかわいそうでしょ。ほんと口が裂けるね、さんまさん。謝って、ごめんなさい。申しませんわ。申しません。かなこちゃん、俺泣きたいわ。わかったわかった、まあ、だから算数の勉強しないって嘘ついたのか、お母さんに。うん、嘘じゃないんだけど、うん、勉強ねしてるって言ってるの。言ってるのね、だから算数も一生懸命勉強しなきゃ、頑張ろうね。もっとありがとう、僕にそんな打ち明け話をしてくれて。みんなじゃん。みやこちゃん、次へ行こう。あのね、うん、私ここ前弟に噛まれたけど、今度ね、ここもね、噛まれちゃったっていうことがね、秘密だった。変な秘密の、変な秘密。ね、弟に噛まれる美和子ちゃんは秘密なんだね。そうそう、私はバカだということを発表する。また言っちゃダメでしょ。そういうこと言ってないよ。ごめんなさい。男なんだから女にもっと優しくしなきゃいけないことでしょ。女に言われなきゃいけないんだよ。先生に言われなかった、小さい時。男はちゃんと女の子に優
先生に言われなかったけど嫁はんに言われてる。でしょ。だからそれをちゃんとするな。はい、わかりました。はい、僕はとっても悪く悪い子でした。はい、千代ちゃん。太ったの。Ra ngoài. Ở đây là cái rau mía các bạn nhé. Từng khúc một ta có thể làm để ta làm món ăn. Khi mùa hè ta được ăn mía rất là ngon các bạn nhé. Và video của chúng tôi đến đây cũng đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình video lần sau.